アリチャンネル。ハマン東京のハロウィンアフタヌーンティーへ行ってきました。場所は大手町駅直結の大手町タワーの33階。お店の雰囲気はこのような感じで、とても高級感がありました。それでは席に案内していただきましょう。こちらがアフタヌーンティーのメニューとなります。利用時間は2時間半。ドリンクメニューは QR コードを読み取って確認します。こちらがドリンクメニューです。種類が多くて悩みました。なんとティーポット置きに火がついており、常に温かいお茶を楽しむことができました。アフタヌーンティーが届きました。白身魚をペーストしました。マッシュポテトはサンプルです。お食事のメニュー、下隣にはパンプキン、かぼちゃのムース。で、左から右手側にはロブスターヌードル。タルト生地にロブスターとアメリケンソース、ベシャメルソースをご用意しています。そして中央グラスの器にて、栗のムースとスイーツのムース。グラスの隣にはかぼちゃをバンズに練り込みまして、ジャンボフライというハムのサンドイッチをご用意しています。一番上段にはかぼちゃのモンブランスイーツのご用意でございます。隣にはチョコレートケーキを使用いたしました。チョコレートハットをご用意しております。そして2段目のお皿にはモンブラン4種類ご用意しておりまして、ご正面手前には和栗のモンブラン、そしてお隣にはみりんびがしのゴーストをデコレーションしております紫芋のモンブラン、後方にラズベリーとチョコレートのモンブラン、最後にですね、ホワイトチョコレートと抹茶のモンブランをお出ししております。後ほどお席にお持ち立てのスコーンをお持ちいたしますので、お召し上がりいただきながらお待ちください。はい、ありがとうございます。トランクに詰まったキャンディーとキャラメル、好きなものを3つ選んで袋に入れてもらいました。ハマン東京のアフタヌーンティーに来ました。こちらがアフタヌーンティーになります。まずこちらが1番目、ではお次がこちら2段目になります。はい、ではお次こちらが3段目です。ではこちらスコーンです。で、こちらのスコーンはこの4種類のクリームにつけていただこうと思います。はい、では食べていきたいと思います。かわいい、これ絶対おいしいじゃん。そう、メレンゲ、モンブラン制覇しちゃうわ。抹茶のモンブラン、お腹いっぱいになってくる。すぐスコーン食べたらお腹いっぱい。怖いね。本当にそういうのあるんだ。美味しそう。シャキーン、これガトーショコラ？うん。絶対美味しいじゃん。美味しそう。このままさ、上バクっていこうかな。
でも中見てみたいよね。と、これだけ。あ、こんなかムースです。めっちゃカシスっぽい、うん、ラズベリーかでも。なんだこれ。あ、クリームースとビーツジュレ、めっちゃ美味しそう。あ、美味しい。アフタヌーンティーの後は東京駅までお散歩して帰りました。